トロ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 、すごいな。ケチャップかけていい？いいよ。ケチャップで顔描くのが今ハマってんね。見て、なんか口がぐにゃぐにゃの日だ。ピッ。昔よく描いてたな。いただきます。いただきます。いただきます。ありがとうございます。佐藤さん、意外に若かったっすね。もうちょっとなんか年配の方は。いや、なんかしっかりされてる噂だったから。ありがたい、嬉しいな、それは。大阪の拠点ってだいぶなんか最近増えてますよね。大阪、京都すごい増えてて、アドレスの単位比率って年まで 7、8割が関東中心だったんですけど、今関西がもう 22% 多いです、ね。あ、そうなんですか。関西在住会員が結構多いです、あ、そうなんですか。年齢的にどうなんですか。やっぱ若い子も増えてる感じなんですか、関西。そうです、20代が一番多くて。あ、そうなんですか。20代、30代、40代、40代。あ、そうなんですか。男女比率ももうすぐ5対5で。そうなんですか。女性、あ、でも女性多いですもんね、意外と。そんな感じで。今でも佐部さんの娘さんがすごくないですか。どうなってるんですか、私。テレビ出たりとか。今月だから身につけてます。おー、ホームスクーリングでしたっけ。そうですね。最初はどんな感じだったんですか。最初は普通に行ってたんですか。最初から行かないって言って。本人なんですか。本人なんです。あ、つまんないの分かってるから。そのくーちゃんの場合というか、よく言われるのが、そのまあ勉強はいつでもできるとか言って、ただその同世代の人と そのなんか交流とかを言われるんですよね。田部さんも娘さんとかもいろんなワークショップとかインターとか通ってるから、あ、その人結構多いんですよ。ああ、じゃあ交流はされてるんですね。たまに行ったりもしてますし、月来月も2回ぐらい担当行くとかあります。あ、そうなんですね。まあ、でも手すらに持っていくらしいから友達のクラスがちょっと違うんですけど移動しながらっていうのはどうやってやればいいんだろうなっていうのがあって、だから今一応こう席は福岡 の住民票福岡に置いてるんで、あの福岡の学校の教頭先生とか担任から毎週電話が今来てる。毎週ちゃんと勉強してますか。勉強やってるって言って、やってないの。やってますって。だってやってなかったらパパがなんか言われるんだよ。そうだね。だ私が時期をかけてあげてるんだ。助けてくれてんのか。そうだよ。パパがなんか言われるんだよ。娘さんになんか言わせてないみたいですけど、どういうことですかみたいな、そういうの仕方ないんですかとか言われるんだよ。よく知ってるね。本当に叱られたんですよ。うちの嫁とか本当に叱るから、やってないと。ああ。ガン泣きさせる。あ、そうなんですね。サベさんはその娘さんその教育にはあれですか。国語と算数は僕が一応チェックしてる。あ、そうなんですか。アドレス始めようと思ってかけて、なんか、まあ、でも自分でこういう生活をしたかったっていうのがあって、自分に家借りたり掃除したり大変だし、こういった家具買うのもお金かかるし、どっかの会社がやってくれたら一番いいのになとか思ってたんですよ。そのシェアリングエコノミー協会でその仕事をやってる時に、地方に行く機会がすごく多くて、地方からもう空き家を活用して何とかしてほしいみたいな人がすごいもらってたんで、なんで都会から地方に行きたくて、こういう別荘じゃないけれども、いろんなところを転々としたいと思ってるのに、家は余ってて使ってほしいみたいな、完全にミスマッチだなと思って、だったらその間に事業者が入ればどっちにとってもうまくいくだろうなと思って。でも桜井さんの会社でこの二重定住のコンサルやってたんで、二重定住の時代じゃないからって話をしてて、でそれでその関係人口というか、その拠点生活する人たちがこれから絶対増えるから、拠点生活者向けのサービスを立ち上げたらっていう話をしてて、ちょっと手伝ってよって言われて、それでコンサル的にイベント企画とかやってて、桜井さん新企業の立ち上げミッションを持ってたんで、事業のアイデアを僕が手伝うみたいな感じで手伝ってて、でそのアドレスのベースのコンセプトを作って、でビジネスモデルも作って、で、さあ始めようという時に桜井さんの会社が上場決まっちゃったんで、新規事業を
全部中止で始めるここまで準備してたのにやめるのみたいな、みんなやってくれてすごい言ってんじゃない、そういうのやらないんだったらもう自分でやるわって話をしてで、その会社にも話したら、どうぞやってくださいみたいな話をしてじゃあ、よろしくお願いしますって桜井さんが、あ、じゃあ私伝えるみたいな話、逆になってへぇ最初そのアドレスのサービス見て、あ、いいなと思って、まあ、会員になるじゃないですか。いろんなこう問題が絡んでるっていうのを後から知ってきて、アドレス作った後にですか、使い始めてあ、使い始めてそうですね、使い始めて、あのっていうのが福岡の辞め拠点がなくなったりとか、あ、そうそうそう、そういうのが出てきてお、え、なんかその法律上いろいろあるんだなっていうのが、なんかそれで知ってきて、その中でやってたんだ、すごいな未だにそういうの今日もだから大阪は大阪市と八尾市の保健所に行ってきて、ああそうなんですね、大変です。最初一番最初京都でしたっけ、京都福岡、そうそうそう、熊本って来ちゃった、そうですね、もう今今年の政府の成長戦略の話として骨太の方針っていうのでも宅建生活の促進と言えてくれたんで、お、国は推進してるんです、国が推進してるのになぜか反対されてる、で反対も別になんか誰かに迷惑かけてトラブルが起こしてるわけじゃなくて、単にその法律とあの照らし合わせると1箇所で見れば7日しかいないから環境に抵触するとかの、そういう本当に細かい話だ、法律って何のために作られてるのかって言ったら、みんなが安心安全で生活できるために作ってるのに、誰も問題起こしてないし誰も困ってないのに、法律を守るためだけに指導されてるっていう、もう意味わかんない状態なんで、旅館業の法律なんて戦後この汚いホテルというか、その伝染病とか流行った時期とかあって、そのために旅館業法っていうのを作って、アメリカ人が日本に軍隊来た時にアメリカ人にその病気を移さないために旅館業っていうのができた。そうなんですか、へえ。もう時代背景も全然違ってて、今なんて汚かったらもう口コミだけでレビューが下がるから予約、ね、入らないとか、旅館業を守らない以前の問題でもはやもうオープンの時代になっているので、ちゃんとしてなかったら別に営業努力してないから潰れていくのが当たり前っていう、旅館業を守ってるか守ってないかって そんなレベルの話じゃない、多拠点生活者なんていることは、ね、当然想定していない時代の法律なんで、ブルースだけで生活している人からするとアドレスがなくなったらどうなんだって話、そうね楽しそうだよ。今あの YouTube でちょこちょこダンスをアップするようにしたんですよ。各地で。今即興でダンスしてる。僕びっくりしちゃったんですけど。今日何を踊るのって言ったら、昨日聴いた曲とか言うから。僕が撮影させられてるんですけど英語も日本語も中国も喋れるから、TikTok はもう海外の人をベンチマークしてるんですよ。世界が広がりますよね、英語も中国もできれば。え、関西の方ですか？